ここまでは。今日は190秒スピランに挑戦していくよ。ひゃ。190秒。久しぶりの3桁スピランね。たまには長尺コースもプレイしていかなくちゃね。でも、190秒の割にコース全体図が短い気もするけど。確かに。どういうことだ？サブエリアが広いのかもしれないね。早速プレイしていくよ。少しのミスは許容範囲だとよ。さあやっていこう。まずはパックンにダイレクトイン。ダイレクトインする必要ないから。少しのミスはいいってあったけど。なるべくなら細かい動きでタイムを縮めていきたいね。あっとここまで順調だったのに。でも、やってる感じすごく楽しそうなコースだね。せやな、ポコニャンこういうコース好きそうだもんな。楽しいのは今だけかもよ。ちょっと怖いこと言わないで。さあ、ここも一気に進んでいこう。ってなんでそんなところで死んでるんだよ。く、こうも狭いと地面に引っかかる時があるんだよね。集中しないとやられるわね。これはブラパに注意しつつ下に降りればいいかな。かなり慎重だな。とりあえず先の方まで見たいからね。さあサブエリアにやってきたわね。コインのナビがあるからわかりやすくていいな。これに沿っていけば結構進めそうだよね。さて、なんか下の方がトゲだらけなんだけど。うへぇ、ギリギリで危ないな。なんとか突破ね。地上エリアに戻ってきたけど、その手に持ってるネットはいつ使うんだ？あ、パックンとごっつんこしちゃった。せっかくで大丈夫なの？わかんないからとりあえず行けるところまで行くよ。今回、かなり先の方まで来てるよな。この勢いでゴールまでは、さすがに無理だろ。それにしてもすごいちくわブロックね。なるほどなるほど。なんだよ気持ち悪いな。気持ち悪いはひどいわ。ほら見ろマリサがそういうこと言うから。人のせいにすんなし。でも、かなり低い位置での壁キックが必要なのね。これはちょっと調整が難しいな。なんとか抜けはしたが、一発で行くにはどうすればいいのかしらね。また練習が必要かな。さあ次のエリア。け。ノコノコが一箇所に固まってるぞ。コンベアとコンベアの間で動けなくなってるわね。これって普通に踏んでいけるよね。ちょ、ポコニャン、スピードがめっちゃ殺されてるが、タイミングよくスピンすればスピードが落ちないんだけど。失敗したのね。ちょ、ネットが外れちまったぞ。あ、ちょっとくるっとしないと地味に届かないわこれ。今度こそ失敗しないでね。って言ってるそばからネットが外れてるが、気にしちゃ負けです。いや気にしろよ。まあまあ。でもほら、これでまた地上に出られるよ。ふぅ、地上に出ると安心感がある。あ、ポコニャン笑われてるぞ。あいつバカだなーって言ってんじゃない？傷つくからやめて。って、まだ鍵を持ってないんだけど。ピンクコインが1枚足りないわよ。ちょっとこれクモブロックで塞がれてるから踏んでるじゃないか。ってことは、この下かしら？どうやらそうみたいだな。こっちで合ってるかな？あ、すぐそこゴールが見えてるのに。で、また洞窟エリアに戻ってきたのか。あ、でも下にピンクコインがあったよ。ってことはあれを取ったらあとはゴールするだけね。ああ。って、これどこに繋がってるんだ？確かに。さあここは。で、スタート地点じゃねえか。あれま。ってことはこれから2周目が始まるってこと？大正解。もうこれを繰り返すのはついて。ま、でも同じことの繰り返しじゃん。それはそうなんだけど。ああ、油断してこんなパックンに当たっちゃった。さて、このコースのおさらいだよ。コース全体図が短いのに時間設定が長い理由。繰り返しがあるからだったのね。ふっふっふ。レイムちゃん、マリサちゃん、ちゃん付けは気持ち悪いからやめろ。まあそういうなって。今回、久しぶりにあれをやりたいと思うんだよね。あれって。ちょ、まさか。お前ずにゃんするつもりだな。ふ、今回もいろいろ考えてみました。まずはここ、ネットをかぶってるからゴリ押しして。ロンプブロックを無視した。続いてここ、最初のドッスンだけスピンで避けたら、あとは全力ダッシュ。で、なんでそんなことするんだ？あ、でも今のでだいぶコンベアに乗れてたわよね。そして地味にここもショートカット。さらにこのちくわブロックもこうして。あ、ちょ、それはずるい。しまった。ちょっと引っかかっちゃったね。でもこんな感じでタイムを縮めることができるんだ。そしてここ、ギリギリマリオが見えなくなるぐらいで壁キックすると、一発でいけるってわけね。ここもちょっと練習したからね。なるほどね。これを2周目も同じようにプレイすればだいぶタイムが縮まるってわけね。あとはここか、逆走コンベアでスピンジャンプ見てろよ。ごめん、失敗しちゃった。下手くそ。さあここを超えたら1周目も終わりが近いわね。ま、普通はそう思うわな。普通はって、何を言ってるんだ？ま、これを見ればわかるさ。まずはさっきみたいにこっちのドアに入るじゃん。
ああ、だって最後のピンチコインを取らなくちゃいけないからな。え、ちょっと、まさかポコニャン。あ、霊夢は気づいちゃったかな。はい、ここで2ターンしまーす。やっぱりやりやがった。うへぇ。まさかの2周目さえもやらないとか。でもこれ、戻れたっけか。大丈夫だよ。ここは壁キックするだけだし。ガリベルと看護の壁キックも忘れてないわね。ここもちょっと難しいけどやるよ。さあ、あとは奥の鍵ドアに入れば。じゃあ、クリアだー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。久しぶりにズルニャンのオンパレードだったわね。残り時間100秒くらい余ってたぞ。失敗もあったからさらにタイムは縮められそうだね。いやー、今回も無事に一番乗りだね。はぁ、半分くらいのタイムで行っちまったな。でも最近、ズルニャンがないから寂しいっていうコメントが結構あったんだよ。へぇ、みんなズルニャン見たいんだ。そりゃまあ予期せぬ動きをするから度肝を抜かれるんだけどな。最近はまあ、みんなズルニャン対策をきっちりしてるからできなかったけど、たまにはこういう回もあってもいいんじゃないかな。視聴者さんがいいって言うなら別にいいけど。まあな。ただ、ほどほどにしとけよ。ズルニャンしかしてなかったら今日ダメしちゃうからね。さて、コース制作者のカズキさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。